はい、皆さん、こんばんは。本日もまた新しいギター到着いたしました。改めてこちらの方をご紹介させていただきますね。本日ご紹介するギター、こちら、愛知県の S さん、ご指名でね、作られました TD の61。これは私のシリーズの中で、まあ、3つグレードがあるんですけど、その一番上の、プレミアムシリーズの中でも、一番デザインをなるべくシンプルに、してね、派手すぎないようにしてねっていう、そういうシリーズになります。こちらの方でじゃあちょっとね、内容の方、ご説明していきますね。まず材質、このシリーズは、トップにイングルバンスプルースの単板、そして、側背面にはもうみんな大好き大外博覧だと言われるココボロですね、これを使ってます。これが、私のプレミアムシリーズという形になります。で、今回こちらのオーナーさんなんですけども、実はですね、同時に3台のギターをご注文いただきまして、3台の、まあ、ご注文いただいたと、もうすでに TD100 お持ちのユーザーさんなんですけど、まあ、そうすると4台目という形になるんですが、なぜ、私のユーザーさんでね、2台持ってるよとか3台持ってるよというか、そういう方が多いんですけども、なんでみんなそんなにいっぱい持ってるのっていうとね、ちょっと理由があります。例えば、今この材質、トップイングルマンで、側背面、この大外博覧だと言われるココボロですね。これを国内メーカーで作った場合、だいたいお値段が7、80万します。で、私のところで作ると、その予算で3台作って、まだお釣り来ちゃうのかな、4台ギリギリ作れるかどうかぐらい、そのぐらいのお値段でできちゃうんですよ。で、こちらの、S さんも非常にこう、ギターの材質による音の、違い、音色の違いというのを理解されている方でして、他のギターも全部トップ材、とか側背面、まあ、2作目の方はジリコテかな、ジリコテを使い、3代目にオーダーいただいたのは、メープルを使いと。で、それぞれに音の響き、特徴があります。まあ、今ここに同時に3台あればね、比較できるんですけども、ちょっと時期的にこうタイミングずれてますもんで、おいおいまた到着しましたらそちらの方も、紹介させていただきますんで楽しみにしててください。じゃあまず、トップバッター最初に、到着したのはこちらイングルマンと、ココボロですね。こちらでまず、オーナーさん の指定内容ですけども、ヘッド、ノーマルモデルというのはここのデザインがクラウントーチになります。で、こちら S さんもう嬉しいことにね、ここにぜひ、トヤのロゴを入れてくれということで、これがまあ、私のオリジナルの、ロゴになるんですけども、こちらの方を指定されて、入れてもらってます。もうこれも私にとっては非常に光栄なことでね、もう本当にありがとうございます。それと、あと、こう、ヘッドの外周と、この指板の両サイド、ここにはこう、アバロンガイのね、埋め込みを入れて、で、このラインが入っただけで、本来はこれはオプションになります。ラインが入っただけで、すごいこう、特注感というのが出てくるんですね。お、あの人特注のギター持っているっていう、そういうイメージ、非常に強くなります。なんで、この指板両サイド、まあ、このヘッドの周りですね。ここにアバロンガイを指定されるオーナーさんは、結構多いです。そして、指板の方は、これがニュータイプの、人工指板を指定されました。で、このタイプっていうのは非常に音の立ち上がり、レスポンスが良くなります。デザインの方は、ヘキサゴンインレイですね。そしてこのピックガードですけども、これ、つい先日届いたばかりなんですよ。C タイプという、新しいタイプの、デザインになります。そしてブリッジは従来通りですね。で、指板を、人工指板指定された場合、こちらブリッジ、これも同じく、人工指板、人工の、材質になります。まあ、両方とも、セットですね。そんな形になります。そして、側背面。まあ、これはココボロ、従来通りで、側面にもアバロン、装飾ありの、背面。こちらも、もう見てください。もうこの柄ですね。これが何といってもココボロの一番の魅力です。この綺麗な柄が入っているというところでね。それと、あとオーナーさんの指定で、こちら。メープルのウッドバインディングですね。こうボディの方もウッドバインディング、これが入っております。
こちらが、今回、第1弾で到着しました S さんの、ご指定のギターになります。で、これからちょっと音の方鳴らしますけども、ちょっとね今までとは違った内容になりますんでね、先にご紹介しておきますね。これね私使ったことなかったんだけども、普段こちら S さん、エクストラライトをご使用になられているということで、私のところに弦の方を現物を送られてきました。で、こちらエクストラライト、これが貼ってあります。弦の方が011-050 ですね。でこれがアリアのタイプで、これ非常に音がいいんでちょっと紹介しておきますね。 AGS の 200XL というタイプです。でね、私今までそのライト以外の弦って使ったことなかったんですけど、これね明るい音色がして非常に綺麗です。これおすすめです。でただエクストラ貼るっていう方ね、ライトとではこの弦の張力が違いますんで、貼り替えた都度ロッドの調整は必ず必要になります。で最初からこうやってご指定された場合ね、私の方でもこのエクストラライトの、弦の張力に合わせてありますし、皆さんの方で後で貼り替えられた時には必ずロッドの方を見てあげてください。弦の張力がみんな違いますんで、ネックの反り具合が変わってきます。そんな形でねお願いいたします。はい、それじゃあちょっと音色の方を、やってみますね。今までやったこのエクストラライトっていうのはちょっと初めてのパターンになるんで、ココボロとイングルマンでやった場合、新しい音色私聞かせていただくことができました。じゃあまたいつもの通り E コードのジャランと、定番のコード進行、これでいきたいと思います。はい、じゃあ E コード、定番コードでいきます。私がこれ聞いてて、従来のこの、材質にライトゲージを貼った時との違いというのがね、音色がちょっと明るいです。今までそのココボロの音色は、こう、ズシーンという音が出るよというふうに皆さんにね、ご案内してたんですけども、今この空間で私が聞いている中では、今までの中では、一番音色が、明るいです。で、非常にこう、バランスが取れてる、そういう音色ですね。そんな感じに今私自身聞こえてます。この一個動画の前にね、YouTube の音楽のこう、楽しみ方っていうのを上げてますんで、まあ、ヘッドホン使っていろいろ皆さんちょっと音の方ね、聞いてみてください。はい、じゃあ、定番の方のギターいきます。で、全くギターの種類はね、材質変わっちゃいますけども、あくまでこれが基準という形で、どんな風に違うのかっていう風に感じ取っていただけたら、嬉しいです。TD-4B のフルノーマル、こちらの方がトップがホワイトスプルース単板。そして、側背面が、ローズウッドですね。インディアンローズですね、こちら、の単板になります。そしてこちら、指板の方は、これは、人工指板の方ですね。それを使ったモデルになります。じゃあ、これで同じく E コードじゃなんで、ただ使ってる弦が定番のこちらの M140 になります。それ弦の違いじゃないかってちょっと思われるかもしれないけども、この弦とこのギターとの組み合わせでこんな音になるよっていうところでね、感じ取っていただければ幸いです。はい、じゃあ E コードのじゃなんから。定番コード進行でいきます。
違いお分かりになりましたでしょうか。今私こうやって聞いててね、これが定番なんだけども、エクストラライトの音ちょっと私今日気に入っちゃいました。もう一回 G、E マイナーの連続でね、やっていきますね。じゃあこれを同じように、G E マイナーの連続でちょっと、こちらの方でもやってみます。私の方でね、どういう風に違って今ここで聞こえてるかっていうのだけちょっとご紹介しておきますね。ローズの方がこれライトゲージ張ってる分だと思うんだけども、やっぱり前にボーンと出てくるパンチ力があります。でこちらのエクストラライトの方はそのパンチ力っていうのは若干おとなしくはなっちゃうんだけども、ココボロっていうのはこう低域がズシーンとなって高域がね少しこう、埋もれるっていう言い方もちょっと変だけども、おとなしめに聞こえちゃうんだけども、これ、高域の音が明るく出てくるんですよ。だから非常にこうバランスよく聞こえるっていう、そういう特徴があるのかなと、そんな風に今私感じてます。まあ皆様こちらね、材質の違いでの音の違い、それの楽しみ方、そして今日改めて私が今日は教えていただきましたエクストラライト、非常にいい音します。こんないい音するもんだとは知りませんでした、ごめんなさい。もう、ということで、また皆さんがね、普段使ってらっしゃる弦、そういった内容でも今オーダーいただいているユーザーさん送っていただければ、それを貼って音の方をねこうやってと撮ってみたいと思ってますんで、お待ちしております。はい、それじゃあ今日はどうもありがとうございました。また次回よろしくお願いします。